はい、おはよう。よいしょ。さてさて、今日リニューアルなんですよね。どこに行きましょうか。何がどうリニューアルされてるのか。ジャグラー行かれますよね、前のお客さんはね。私はこっちで、番長角になってるじゃん。こちら行きます。番長ゼロが、通路側に移動されてる。これがリニューアルかな。はい、これ行ってみましょう。番長ゼロです、頑張ります。はい、おはようございます。ということで、今日は、ね、番長ゼロ行きたいと思います。弥生台といえばですね、私前回オキドキとか打ってるんですけど、もちろんね、オキドキでも良かったんですけどね。あとジャグラーが一番人気のお店ではあるんですが、なんと番長ゼロがですね、配置替えされていましてですね、今まで奥にあったんですけど、こっちの通路側に出てきていると。で、私は角2なんですけど、まあ並びでもね、使ってくる、仕掛けもあるので、まあそれちょっと期待していきたいなっていうところです。全然チャンスアップもなし。ユーグレドキの男の子、全然無理や。炎起きてるし。はい、ということで、まあチャンスモード硬いね、ゼロチャンス硬いな。レディリー、これで決まりだよ。地獄へ落ちな。外したんだけどビリビリいる。困っちゃうな。さあ、ゼロゾロいい。ポイント180、頑張ってくれ。ほんで強チェリーか、いいね。で230ポイント。まあおそらくチャンスモードであろうところなんで、まあいずれにせよいくね。はい、さあ強チェリーかな。さあ予兆対決、予兆のいいね、めっちゃいい今の。はい、今344ゲーム、ゼロチャンスチャンスできていると思われる。15ゲーム8点、弱いけど大丈夫か。うわお、ゼロゾロいい、確定 V フラ。いや、めっちゃハマったけどな。はい、めっちゃハマりましたけど12本。ただモード以降はね、抜群だった。いきます。どう、お隣もうしごろかく出た。私がバーを揃えてる間に回れ、回りません。ちょうだいちょうだいちょうだい。1か1なのか。うわー、厳しい。で、そして私は偶数しさということで、はい、ほら無理、全然無理。はい、いやー、めっちゃハマる。279ゲーム、まさかだよね、まさかだよね、まさかの、レグ2発、トス21本。むずくないかこれ。くっそー、無理ねー。いやー、この設定でもあるけどさ、あるけどさ、まあレグニアスで1トンと5トンそれぞれ外し、
三代目に座るべきだったか。そんな怒涛の差しじゃ。はまりました。またね、182ゲーム。当たらない。7でお願いね。7でお願いね。よし、センキュー。さあ、今日初ビッグね、番長ボーナス、投手26。しんどかった。出そう。うわー、リプレイかい。からの1ゲーム目ない。そう、やっちまった。きついぜー。サンスルーボーナスね。通常で当たったのか。ほんでまたレギュラー。これなんなんこれ、やばくない。207ゲーム。ちょっと待って、こんなに厳しい、振り分け厳しい台、出会ったことない。無理すぎる。ああ、やめよう。やめます。この台はね、やめる。無理だ。私には無理。違う人にやってもらおう。それでいい。ゼロモードだけ打ちまーす。あ、ここでチェリーだ。ここでチェリーだ。えいっ、ふー、着地。ダメだよな、最悪だ。終了。そう、終わってる。終わってるとしか言いようがない。やばい、引きやばい。こんなに状況いいのに。高設定だった、これは。白黒つけるぜ。無理だ。無理。まだいける。いけない。左行け。やめてやるよ、お前なんて。はい、多分無理なんですよ、私には。はい、やめます。悪くないんですけど、モード以降もまあ4以上だと思うんですけど、無理です。やめます。番長ゼロですね。私が打った台も、ね、普通に上に箱積んでますが、まあ当たりでしょうね。ここは4台ともなんかありそうな感じです。はい、番長コーナーリニューアルで当たりって感じですね。はい、というわけで、オキドキに移ってまいりました。オキドキデュオですね、デュオ。ここで、今投資が、私がですね、なんと32本でした、番長ね。で、160枚ぐらいあったので、まあ言うてもマイナス30本弱なので、まあ一撃でね、戻していきたいなと思いますし、やっぱりこれオキドキデュオね、本当に撤去になりますね。ゴールド入ってきたらね、ほぼほぼなので、まあこう打てるうちに打ちたいし、まあお別れ会ですね、お別れフリーズ会ですね、やっていきたいと思います。とりあえずちょっとチャンスモードなかったんで、ね、横にスライドします。すいません。2台目ですね。はい、さあ1台目で、私、シンプルに6本失いました。まあまあそんな日もある。よし、119セーフ。よしよしよし。ね、50、いや43本ですね。危ない危ない危ない。これでいいんですよ。とりあえずビッグでいこうか。レギュラーな。 OKOK、 いいよ。いやー、いい音、いい音だよ。さあ、これで、あ、左点灯ですね。左点灯、通常画面。はい、
来ると思いました。173、173、さあどこに行ったのか。チャンスモードのループがねもうないのかなと思ったんですけど、可能性ある。いい音。ドゥン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 。はい、173ゲーム、追加投手ありの48本。やべえ、完走しろ。左、右、ラスト、左で審査長、両方点滅の、液晶なしです。今、2回目ですよね。まあ奇数だとすれば13、15か、チャンス上 B、 チャンス BBBBB か、チャンス天国準備。はい、まあおそらく今の推測的に言えば、おそらくだけど、テーブル13でここからやっぱり、まあ、モード B 以上だとすれば、もう1回当てれば 50% チャンスなんで、いいじゃん。よし、37。なんで天国ではない、天国ではない37。もう腹を決めてガンガン回そうと思ってた矢先ですよ。でこれが今の私の推測通りになるならば、はい、点滅は通常ね、モード B でもう一回出すということは、次天国の可能性また 50% で、天国飛んでくれれば見えます。そして48本回収、見えます。やばい、何にもなくなったけど大丈夫か。はい、シンプルに3回当てました、ね、いきます。まあ、これは上がっててほしいよ。まあ、私の予想だとテーブル13の、チャンス BB の B の2回目、ね、要は 50% の2回目、天国飛ぶ飛ばす 50% の2回目、だいたいこのなんだろう。よっしゃー、あ、同時点滅、同時点滅やるやん。はい、もうね見えましたね、ウイニングドロード。6ゲーム通常 B ね、よし、まあ通常 B に居続けるってのも悪くない。よっしゃー、戻ってきたぜ、ある程度。よっしゃー、今レバー押した時にもう光るの見えたもんね。レバー押すより前に光ってたもんね。でもあ、やりました。やっぱ違うなー、ひときわ最高じゃねえか。ここでストップか。900枚ね、十分なんだけど、ダメかな。29、30、31、厳しい、32、終わった。はい、でユリカナプ綺麗の、そうですね、また1からスタートですわ。はい、うん、あ、モードテーブルチャンスチャンスが選ばれてる。あれとなるとテーブル10ですね。あ、奇数示唆出しといて、奇数テーブル示唆出しといて、テーブル10でした。まさかの3代目オキドキね。ちょっともう免疫書はね打てないんですよ、空いてないんで。なのでドキドキでね、ちょっと一撃フリーズさせる、ね、っていうのが一番ね面白いかなと。面白い、そしてちゃんと卒業する
まあこの、リセットであるとは思うので、リセットの美味しいところと私の引きが噛み合えばこういうことになる。12ゲーム、あ、しかもチェリーじゃないゲーム数です。なぬ、チェリーかと思ったらチェリーではない。12ゲーム、はい、これで終了で、あ、右のシサが出た。まあこれシサが何も出なかったら最悪据え置きの可能性もあるかなと思ったんですけど、あのシサが出たので、まあリセットかな、おそらく。12ゲームで当てたよ。よし、130、そうだね、これでチャンスモードループの可能性もギリあるね。レギュラーかい、レギュラーかい。はい、さあこれで当たり2回目。うわー、うっそ、52、当たり軽いいんすか、これ。どっちだろう、レギュラー来たらやばいよ。レギュラー来たらやばいって、レギュラー来てほしかったけど、当たりがえぐい。よし、早っ、75、どうなってる。レギュラーだけども、これ初回を彷彿とさせる、謎の当たりの軽さ。これは設定なのか私の引きなのか。よし、あぶねー、642、5回目の当たり危なくない、死んでますもん。57、投資57、やべえ、ピックください。とりあえず642、これで5回目の当たり、天国飛ばしたい、天国飛ばしてくれ。やばい、両方点灯してる、絶対テーブル2じゃん。でもここでまあ B に上がったということで、想定仮定すればここで当てれば飛ぶ。おっしゃ、飛んでた。なんだろうこれ、2じゃないのか。よし、とりあえず飛んでくれた。あ、死にそうだった。57取り返すには2600枚ぐらい、まあ完走じゃ足りないんだけど、まあ頑張ろう。よし、 OK、 よっしゃー、危ねえ危ねえ、3連。さあこれで500枚確保、あと2000枚。全然遅れとか、よっしゃー、あぶねー、よっしゃー、嬉しい。さあこれで800枚戻った。あと1700枚。まあ2600枚ぐらいよ、約。よっしゃ、26、はい、あ、レギュラーか、そうだよな、そんな気がしたな。あの終了を告げるレギュラーね、ファイナルレギュラー保証。ラスト、よっしゃ、よっしゃ、危ねえ危ねえ、生きた。32ゲームできた、これよ。ああ、生き延びた。もうこれ無理だな、ここまで来て出ないと。うわーうわーうわー、31ゲーム、頼む、ラスト、えい、勝負、ラスト1、うわー。
ダメでした。はい、イルカン切れました。あ、やっぱりそう、今のドキドキだったんだ。そうだよね、5回目でなんかうまく上がってくれたなと思ったんだけど、ドキドキでした今のが。6連チャン一応ドキドキでした。ドキドキかいな。やってしまいましたね。あの高設定をね、つかみながらね、ちょっとねお店の傾向を読みながら掴んだんですよ私は。ただね、やっぱりこう噛み合わないとね、何でもそうですけど、ね、大変なことになっちゃいまして。まあしょうがない、ね、あの期待値は積んだというところでね、あの番長ゼロちょっと久しぶりに打ったんですけど、まあこのね、弥生大店さんがリニューアルで、まあ、増大と、ね、配置替えしてたので、まあここだろうなって思って行ったら、見事に おそらく当たりで、右隣のお客さん4、5、6、朝1、左のお客さん直撃お昼まで2回、ね、もう間違いない鉄板の並びだったんですけど、私なぜか何スルー6スルー、ちょっとさすがにね精神的にやられたっていうのもありますね。であとはまあさすがに6ではないのかなっていう、まあ、4はあるっていいと思うんですけどね、6じゃないのかなっていうところ周りも見ながらね、隣がおそらく6ですし、ね、そういう意味でちょっとやめたんですけど、まあその後しっかり出て、まあ、そういうもんですけどね、はい、でまあ一応私も、ね、あの通ってますからね、お気どきですよ、ね、前回も打ったお気どき、ね、3台打ちましたね。大変なことにこれまた、はい、まあ、ただ、まあ、1台目はねちょっとスルーしてますけど、2台目は、しっかり、天国上がってくれて900枚ぐらい取って、でこの時点は全然プラスなんですよね2台目、はい、これどうすで3台目ですよね。3台目がこれもやってくれましたね、4スルーですか。でまあ本当にねテーブルの判別もなかなか難しかったんですけど、結果的にはテーブル6ですか、あれ A から最後、ドキドキね、準備いく、まあ一応爆発の、可能性のあるテーブルなんですけどね、まあ、そこも活かせなかったというところで、もうね3台目のおきどきは結果グラフ見たら、プラマイゼロぐらい、ちょいマイナスかっていう感じになって、まあまあまあいいチャレンジだったとは思うんですけど、結果的にはもうなかなか全体的には小天板になっている状況で、投資がですねトータル57本、2622枚、ね、番長が32、まあそこからもなかなか辛かったですけど、トータルすごかった、57も使ってました。で回収が、169枚、番長と、おきどきが964枚で合わせると1133枚ということで、3枚でマイナス1489枚ということでですね、まあまあまあ、あの番長でマイナスになった部分がほぼほぼって感じですね。おきどきはトントンなので、まあまあやれたかなっていうところです。なんでね、番長がね、なんですかね、ちょっとまあ時間あれば粘られたんですけど、まあ、ちょっと時間の、ね、制限もあったので諦めましたが、もう多分この後しっかり出るんでしょうね、はい、という感じ であとはねもうお店の傾向、まあ、並びをかなり使うんですよね。で今日も、しっかり番長と絆メインコーナーにあって、であとはまあ 6.5 号機もありそうだな、並びでありそうだなっていうところと、あとはジャグラーですね、まあ、ちゃんとしっかり3箇所、ね、もしくは4箇所ですかね、ありましたんで、まあ、かなり力が入ってた日だった。やっぱリニューアルとかね、そういった時には結構、まあ力入れて、るって感じですね、はい、というわけでちょっとまた私がねいつチャレンジ戻ってくるか分かんないですけど、ね、このお近くの方はぜひチェックしてみてください。もう常連さんが多いっていうのがね、まあ、いいところだと思います。戦えるお店だと思うんで、はい、という感じでした。また次回あれば、そうですね、まあ、今一勝一敗というところですんで、また次ね頑張りたいなと思います。はい、というわけで今日この辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。バイバイ。